驚きの光景。平野翔の顔が輝く商品が田舎に上陸、SNS は熱狂の渦。これにより、彼のファンたちが彼を応援するために競い合い、SNS 上で彼に愛を伝える美しい写真が生まれた。平野翔がサントリー、サントリーのブランドアンバサダーとして活躍している。都会に住む人たちにとっては、 大きな広告看板が彼の宣伝をするのは珍しくないかもしれないが、田舎に住む人たちにとっては、彼の新商品を見ることは待ち望んでいた瞬間だ。大都市では、新しい商品やキャンペーンが次々と展開され、人々はそれを手に入れるために争います。しかし、田舎では、そうしたイベントが少なく、待ち望まれることが多いです。そんな中、 ある日、小さなスーパーマーケットに平野翔の顔が輝く商品が並びました。それはサントリーの新商品、緑人ソーダというアルコール飲料でした。平野翔、人気アイドルが手掛けるこの商品は、田舎の人々にとっては、まさに待ち望んでいたものでした。地元のスーパーで手に入れられるなんて、なんとも贅沢なことではありませんかこれにより、 彼のファンたちが彼を応援するために競い合い、SNS 上で彼に愛を伝える美しい写真が生まれた。その日から、ジョイは騒がしくなりました。平野翔のファンたちは SN、SNS を通じて商品の写真を投稿し、その美しさを賞賛しました。ジョゲの中には、新商品を手に入れた人々の喜びの声が広がり、その人々は自慢げに写真をシェアしました。 しかし、商品を手に入れることは簡単なことではありませんでした。一部の人々は、スーパーマーケットに行っても商品が売り切れていたり、欲しい商品が見当たらなかったりと苦労しました。しかし、その苦労も報われる時がやってきます。ある日、大きめの店舗に行ったところ、待ち望んだ商品が並んでいました。その光景に喜びを覚えた人々は、 感謝の気持ちを忘れずにいました。商品を手に入れることができた喜びは、家族や友人との楽しいひとときをもたらしました。家族で飲み物を楽しんだり、友人と写真を撮ったり、笑顔が溢れました。そして、商品を手に入れるための小さな冒険は、中下の人々にとって大切な思い出となりました。平野省の商品が注意にやってきたことで、 人々の日常が少し華やかになりました。新しい商品やイベントが田舎の暮らしにも活気を与えてくれることを願っています。これからも田舎の小さな町にも新しい風が吹き続けることを期待しています。商品を手に入れるための小さな冒険が人々にとって新たな楽しみとなることでしょう。田舎のスーパーでも彼の商品が手に入った。 フォロワーのおかげで手に入れることができた。これからの季節、子供たちが外でスポーツをするので、クーラーバッグはとても役立つだろう。そして、何よりも彼の顔がパッケージに印刷されているのが嬉しい。やっと見つけて、買えた。サントリーの緑、緑、ジンソーダに合う乾杯ポテト。生姜の風味が強く、癖がある味だが、 緑人相談にぴったりだ。今日は少し大きめのイオンに行って、ついに見つけた。浮かれているうちに駐車券をなくしてしまい、バタバタとした。結局、子供たちが帰ってくる時間には間に合わず、ママいい加減にして、と子供たちからお叱りを受けた。乾杯ポテトは見つからなかったが、早くペアリングしたいクーラーバッグ付きの商品は見つけた。 仕事帰りに、やっと見つけた。息子が見つけて買ってくれた。こんな幸せなことは滅多にない。今日はラスト3本だった。家にまだ10本ほどあるので、次は友達に配ろう。緑人相だハッシュタグサントリー。クーラーバッグ付きの商品を手に入れて、友達と楽しく写真撮影会を行った。 今日も将君を思いながら楽しい一日を過ごした。田舎のスーパーでも彼の商品が手に入った。フォロワーのおかげで手に入れることができた。これからの季節、子供たちが外でスポーツをするので、クーラーバッグはとても役立つだろう。そして何よりも彼の顔がパッケージに印刷されているのが嬉しい。ホンダ肉店で手に取っていたザーサイと、 ハッシュタグ緑人相談をいただいた。今日は彼との推し活動の日だった。同じく推し活中の友達にも会った。雨の中、ススキノの彼に会ってきた。遠くから彼の姿を眺めたり、下から見上げたり、マックの特等席から彼を見守ったりした。道中、彼の大きな広告や街中の彼の姿を見て、幸せな時間を過ごした。 忙しい仕事の帰りにスーパーに立ち寄り、緑ジンソーダに合う乾杯ポテトを見つけました。生姜の風味が強く、少し癖のある味ですが、緑ジンソーダと相性が良いです。これにクーラーバッグを持って、レジに向かう主婦の姿もありました。私です。しかし、乾杯ポテトはありませんでした。乾杯ポテトは見つかりませんでした。でも、 ペアリングしたいクーラーバッグ付きの商品を見つけました。仕事帰りにやっと見つけた幸せを感じます。息子が見つけて買ってくれました。こんな幸せなことはありません。他の店でも商品を探しました。ラスさんだったので友達に配ることができます。同僚が移動してきて緑人ソーダを勧めてくれました。 私たちは楽しく写真撮影をしながら推しの活動を楽しんでいます。田舎のスーパーでも商品が届きました。フォロワーの皆さんのおかげで手に入れることができました。これからの季節、子供たちが外でスポーツをする際にクーラーバッグが役立ちます。そして何よりも推しの顔がパッケージに印刷されていることがとても嬉しいです。 友人と一緒に緑人ソーダを手に取りました。そして気まぐれバイク旅の推し活動日を楽しみました。同じくファンの友人と一緒に雨にも負けずすすきので翔くんに会いました。彼の広告を見ながら幸せな時間を過ごしました。このようなエピソードはファンとアイドルの間に特別な絆を生み出します。 田舎のスーパーでの商品購入から始まり、友人や家族との楽しい時間、そして推し活動を通じて共有される感動的な瞬間。これらの体験は、ファンコミュニティの一員としての誇りと喜びをもたらします。平野翔のような有名人が地元の企業とコラボレーションすることで、地域コミュニティの活性化やファンとのつながりが深まることがあります。 彼らの影響力を通じて、地域経済にもプラスの影響を与える可能性があります。しかし、有名人の広告活動には、いくつかの疑問もあります。商品の購入や推し活動は、ファンにとって楽しい体験である一方で、消費行動やブランドロイヤルティにどの程度影響を与えるかについて考える、必要があります。また、 商品購入の背景にある社会的文化的な意味にも焦点を当てることが重要です。これからも有名人とファンの間で繰り広げられる様々なエピソードは私たちに感動を与え新たな視点を提供してくれるでしょう。田舎のスーパーでの平野賞の商品購入はただの買い物以上の意味を持ちファン同士の絆を強めるきっかけとなります。 このようなファンと有名人のつながりは、ソーシャルメディアの普及とともにさらに深まることでしょう。彼らの日常や趣味を通じて、ファンはより親密な関係を築くことができます。しかし、その裏には商品購入や推し活動に対する社会的な影響力があります。最後に、有名人とファンのつながりは、単なる商業活動以上のものです。 彼らの活動を通じて、ファンは新たな友人や共通の趣味を見つけることができます。そして、彼らの支援によって、有名人はさらなる成功を収めることができるでしょう。これからも、有名人とファンのつながりは進化し続け、新たな感動と興奮を私たちにもたらしてくれるでしょう。